D 読者の皆様こんにちは、めぐみです。 D ベストコスメ2024上半期の特集に私、めぐみのすごい良かったコスメを紹介させていただいております。やっぱり日焼け止めをさらに強化するのはいいんじゃないかなと思いますし、下に塗るベースの上からさらにこうスプレーとかでシャーってやったりとかですね、お直し用のクッションベースみたいな感じで好きなものがあるので、お直し用にこうファンデーションの上から塗って艶やかな感じも出るし、そして UV をカットできるという機能もあって、そんな感じに使うことがハマってます。はい、最近は、相変わらず美容は大好きで、新しいものが出てはコツコツ試して使ってアップデートしてますけれども、シワを伸ばすクリームとかあんまりそういうものを使ったことがなかったんですけれども、日々のこうケアの中に取り入れて、プラスアルファでそういうシワ伸ばしケアみたいなのを始めて、それはそれで新しい概念みたいな、新しいケア法という感じで楽しんでやってますし、なんか日によってなんか薄くなったかもとかですね、そういう楽しみもあったりとかするので、最近はそういうものがハマっております。リード読者の皆さんは一回イベントでもお目にかかって、すごく熱心にお話を聞いてくださってますし、生活を楽しく、暮らしていらっしゃるような方たちばっかりだなと、印象を受けました。暑い夏がこれから始まりますし、楽しいこともあれば、最近ね暑いですから過酷な一面もありますので、しっかり美味しいものを食べて、冷やさなすぎず、お腹とか温めてですね、楽しい夏を過ごしていただければと思います。